はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうとですね、芸人のジャングルポケットの斎藤さんが不自然な活動休止をしていて、これがですね、いわゆるその不祥事、コンプラ違反で、実はなってるのを隠蔽してるんじゃないかっていう話が出てきてるわけなんですね。今回はそれの続報です。はい。というのに何かっていうと、斎藤さんにですね、新たに違和感のある動きが分かりました。で、その動きというのはですね、過去にコンプラ違反、いわゆるそのスキャンダルを起こして芸能界から消えたですね、アンジャッシュ渡部さんだったりとか、TKO 木本さんとまるで一緒のことが分かったわけなんですよね。で、さらに言うと、斎藤さんの妻である元タレントの方のですね、インスタ、これを見てもですね、異様な時代が見えてきました。もう今回はですね、その辺について話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、まずですね、そのジャンポケの斎藤さんがですね、まあ8月くらいからですね、急にテレビに出なくなってしまって、そして約1ヶ月という謎のタイムラグが空いた今現在でですね、斎藤さんがまあ体調不良したので活動休止しますということを吉本興業が発表しました。はい。まあ、いろいろとですね、やはり疑惑が多くて、それに関しては僕の過去動画で細かいのを話しているので、よかったらまずそちらの方を見ていただければというふうに思っております。はい。まあ、何にせよですよ。何にせよ、まあ簡単に言うとですね、簡単に言うと、そのね、体調不良で活動を休止するにもかかわらず、そのね、何の病気なのかってことも言わないっていうところも怪しいし、はい。そして、先ほどが言ってる通り、なぜかね、1ヶ月くらいのタイムラグがあったっていうのもおかしいと。はい。なんで言えないね、その時間があるのと。吉本内で何か話し合いが行われてたんじゃないかとかですね、そういった疑惑が出てきてるわけなんですね。で、なんですけども、今回ですね、新たなですね、ある種こう、決定的なですね、話が出てきてしまったわけなんですよね。それは何かというと、これまず何かというとですね、斎藤さんがですね、自身のレギュラー番組を全部降板したっていう点なんですよ。はい。斎藤さんっていうのは現在ですね、レギュラー番組としては数本あるわけなんですよね。例えば朝の情報番組、ZIP だったかな、はい、だったりとか、まあ、あとはですね、斎藤さんって競馬がすごい大好きなんで、競馬のチャンネルがあるんですけども、テレビで見れるね、はい、なんかそのケーブルテレビなのか分かりませんけども、そのケーブルの、競馬チャンネルの中での、そのレギュラー番組ですね。はい。まあ、あとはこれは地上波の競馬番組の MC といいますか、生放送の番組ですか、これもですね、レギュラーやってました。はい。で、そういったですね、数々のレギュラー番組があるわけなんですけども、そのレギュラー番組をですね、なんとですね、皆さん全部降板してるんですね。降板。はい。これ皆さんすごい重要な点です。はい。何かっていうと、確かにですね、その芸能人の方がですよ、怪我をしてしまったりとか、病気をしてしまったりとかして、一時期ですね、活動休止するパターンっていうのはそこまで珍しいわけではないですよね。まあ、しかしながら、そういった場合っていうのはですね、あくまで活動休止なので、要はそのね、病気が治ったりとかしたら戻ってくるわけなんですよ。で、戻ってくるということは何かっていうと、またですね、そのね、番組に出始めるっていうわけなんですよね。まあ、例えばですよ。例えば、わかりやすい例で言うと、最近で言うと、松竹のですね、なすなかにしさんという芸人さんの、那須さんかな？はい。っていうですね、芸人さんが脳梗塞でですね、倒れてしまって、しばらく数ヶ月入院していたわけなんですよね。まあ、現在はですね、仕事も復帰して、普通にちゃんと活躍されてるわけなんですけども、なすなかさんはですね、もともと人気があった芸人さんなので、レギュラーがですね、地上波だけで数本あった状態だったわけなんですよね。で、そんな中でですよ、その脳梗塞で休まれた時にですね、当然活動休止を発表します。脳梗塞をしました、すいません、活動休止しますと。で、その後、じゃあ数ヶ月間のどう間どうしてるかっていうと、相方の芸人さんがですね、ゲストとかを呼びつながら、一人でですね、その番組レギュラーをちゃんと続けていたわけなんですよね。で、その後ですね、脳梗塞から復帰しました。で、そしたらどうなったかっていうと、ちゃんとですね、元あったね、そのレギュラー番組に全部ね、もう一回ね、帰っていったわけなんですよ。まあ、それはそうですよね。だって別に休んでただけなわけですから、ね、休んでただけなんですよ。だったら、まあ、復活したら病気が治ったら戻るのも当たり前ですよね。にもかかわらずよ、にもかかわらず、それが普通にもかかわらず、斎藤さんの場合は、なんと番組を降板しちゃってるんですよ。で、これ、降板っていうことは何かっていうと、要は、その番組レギュラーを降りるっていうことなんですよね。で、これが明らかに異質なんですよ。異質。だって病気だったらさ、別にさ、降りる必要ないじゃないですか。ね、別にね。要はその、席だけ残しとけばよくないって話なわけですよ。はい。席だけ残しとけばね。ね、だって別にさ、斎藤さんがじゃあ仮にですよ、何か長期の病気、例えば1年くらいちょっと治療にかかる病気にかかっちゃったとしてもですよ、別に降ろす必要もないわけですよ。席だけとりあえず残しとくことに対して、別に何のデメリットもないですよね。はい。斎藤さんが半年後なのか、1年後なのか、1年半後なのか、病気が治るまでちょっと長い時間がかかるとしてもですよ、別にこの番組のレギュラーの一員に斎藤さんという名前を残しておいても、別にテレビ側からすると何のデメリットもないわけじゃないですか。にもかかわらず、全番組を降板するということは
何かっていうと、明らかにおかしいわけなんですよね。で、皆さん、これって何かに状況がすごい似てます。これ何かっていうと、アンジャッシュ渡部さんと TKO 木本さんパターンなわけなんですね。はい。という何かっていうと、木本さんといえばですよ、いわゆるその、数億円にもわたるですね、投資詐欺ですね。はい。これが、に関わっていたことが発覚して、芸能界から追われる形になったし、アンジャッシュ渡部さんはですね、多目的トイレで女性と性行為していたことが分かってですね、いわゆるそのタレント活動の場を追われました。はい。で、彼らっていうのはですね、自分たちのですよ、この、スキャンダルが出る少し前ですね。はい。少し前に何をしたかっていうと、急にですね、テレビのですね、出ていたレギュラー番組と全部ですね、自ら降板したわけなんですよ。はい。どうです皆さん、これすごい似てると思いませんかって話なんですよね。はい。当時もですね、その兄、渡部さんが急にですよ、渡部さんといえばね、やっぱり当時ね、いろんな番組レギュラー持ってたんですけども、その全レギュラー番組を急に降板するということを発表したわけなんですよね。で、それで、渡部さんどうしたのどうしたのってなるわけですよ。なんかあったのかなと。で、思ったら、それから数週間後に文春さんの方で、ね、いわゆるその多目的トイレ不倫が発覚しましたっていうのが出たわけなんですよ。はい。で、まあ、要はこれは何かっていうんですよ。渡部さんのこの戦法としてこれ何かっていうと、要はその、文春がそれを報じてしまった後になってしまうと、その段階でまだ放送されてはないんだけども、収録したような回が何個もあるわけじゃないですか。それがやっぱりそのお蔵入りになったりだったりとか、もしくはですよ、その編集でいろいろ渡部さんを削ったりとかして、すごいね、やっぱお金、人件費がかかってしまうわけですよね。つまり迷惑をかけるわけですよ。自分のね、スキャンダルのせいで。はい。なので、あ、俺のこのね、要は不祥事がもうマスコミ関係、ね、いわゆるその記者たちに知られてしまったと。これはもう遅から早いから絶対記事が出るっていうふうに分かった段階で、分かった段階で少しでもそのね、現場の人たちに対して迷惑をかけないためにですね、自らいわゆるレギュラーだったりとか番組を降板してもう出ませんよっていう戦法なわけなんですね。はい。で、これをまさにしたのが TKO 木本さんなわけなんですよ。木本さんもそのですね、巨額の投資詐欺事件に巻き込まれているということがね、報道される数週間前の段階で持っていたレギュラー番組、特に MC 番組とかもあったんですけど、全部ね、軒並み降板していったわけなんですよね。うん。で、あとこれと同じパターンが何かっていうと、元ジャニーズのですね、まあ、現在スマイルアップか、の、カトゥーンの中丸さんですね。中丸さんもですね、ちょっと前にほら、アパホテル不倫みたいな感じで、なんか女子大生の女の子とね、ま、いろいろあったじゃないですか。まあ、彼もですね、その、これもまた文春さんが報じたわけなんですけども、文春さんが報じるですね、1週間前くらいかな、の段階でですね、中丸さんが全てのですね、番組を降りたわけなんですよ。はい。まあ、つまりですよ、つまり、この中丸さんだったりとか、木本さんだったりとか、渡部さんからわかるとおりですね、これが現在のですね、芸能人の方のある種のトレンドなわけなんですよ。トレンド。はい。もう自分の、ね、嘘だったりとか、そのね、不祥事がもうマスコミとかに掴まれてしまって、遅から早いから放送されてしまう。もうこれはもう逃げれないぞって分かった時に、周りの人たちに対する迷惑を少しでもかけないために、自らですね、先に消えていく番組を降板するっていうのが、これがですね、現在のですね、芸能界においての新たなあるあるなんですね。メジャーな方法になっているわけなんですよ。とするのであれば、このね、斉藤さんの行動っていうのはまさにそれに当てはまるよねっていう話なんですよね。そして、それから察するにもしかしたら今から1週間後ないしは2週間後くらいに、斉藤さんの何かのですね、不祥事が出る可能性が高いのではないかということが、まあその辺から予想されるのかなという話です。はい。で、続いて2つ目ですね。これ何かというと、妻のインスタの異変です。それ何かというとですね、斉藤さんはですね、奥さんが元タレントさんで美人なすごい方なんですよね。で、まあやっぱ元タレントさんだけあってですね、インスタとかもすごいですね、自撮りとかも含めてですね、バンバン更新してるわけなんですよね。で、普段のですね、自撮りと言いますか、インスタの内容って何かっていうと、斉藤さんと、そしてお子さんですね、お子さんが確か一人いるのかなだと思うんですけど、家族三人の仲睦まじい暮らしみたいなのがですね、SNS でめちゃくちゃ投稿してるわけなんですよね。例えば、家族三人でどこどこ来ました、三人でこんなものを食べました、みたいな、イエーイみたいな感じで、家族写真あげたりだったりとかして、でうんまあ、典型的なですね、こう芸能人家族のですね、なんかインスタみたいなことをですね、ずっとしてきたわけなんですよね。まあ、当然ですね、斉藤さんもたびたびですね、インスタには出ていました。はい。まあ、しかしながらなんですけども、皆さんですね、斉藤さんが番組を降板して始めてからですね、ある異変が起きたわけなんですよ。という何かっていうと、なんとですね、その妻のですね、インスタから斉藤さんの件が一切ですね、投稿されなくなりました。もう全くないです。はい。今までは家族みんな仲良しです、旦那です、子供です、イエーイみたいな感じでめちゃくちゃですね斉藤さん出ていたにもかかわらず全く出なくなったんですよ。全く出なかった。でしかもこれ何が怖いかっていうと、奥さんが斉藤さんに対して一言も触れないっていうことなんですよ。これって皆さん明らかに異常だと思いませんかって話なんですよね。うん。
という何かっていうんですよ。何かっていうと、仮にですよ。仮に斉藤さんが本当に何か病気だとするんであれば、例えば奥さんがね、普段からですよ。普段から家族のことをそんだけ投稿しているとするんであれば、その、斉藤さんがね、病欠で活動を休止することについても触れてもいいと思いませんかって話なんですよ。まあもちろんですね、もちろんもしかしたら病気がとんでもなく重い場合、例えば癌とかね、いうパターンもあるから、そういうことはわざわざ言わない方がいいと、病名を言わない方がいいっていう考えがあるのは、僕全然いいと思うんですけども、にしたって一言あっていいわけじゃないですか。ね、まあ、なんだったら結構簡易的な文章でもいいんじゃないかなって僕思うんですよね。例えばなんですけども、いつも私の SNS、インスタを見てくださってる方々にご報告ありますと、旦那がちょっとね、病気をしまして、現在ね、芸能活動を休止という形になりましたと。ね、これか、ちょっとね、いつ戻ってこれるかまだわかりませんけども、ファンの皆さん、視聴者の皆様、よかったらですね、斉藤のことをまた応援よろしくお願いします、みたいな感じのことを一言ポンって載せるだけで僕いいと思うんですよ。で、そういう文章を一言ポンって載せるだけのして、それ以降は、例えばじゃあ斉藤さんが出ない状態で、その奥さんと子供の日々みたいなのはわかんないですよ。斉藤さんが写真で出さないんだったら出さないでもいいと思うし、その後はその親子だけの、まあ、楽しいインスタみたいな感じで僕全然いいと思うんですよ。はい。なんですけども、この一言すらないんですよね。この一言すらなしに急にですね、次の、段階からその斉藤さんが全くいな出なくなって、インスタで全く触れられなくなって、文章でも何も喋らない、何の説明もないっていう状態で、元からなんかシングルマザーでやってるインスタかみたいな、元タレントシングルマザー SNS 日記かなみたいな、そういう感じにですね、何の前触れなくパーンって急にね、変わってるわけなんですよね。だからそういうのも考えると、あれなんか明らかに違和感がすごいと、おかしいことだらけだぞっていう感じに、なんかどうしてもなってしまうんですね。どうしてもこう邪推してしまうと言いますか。まあ、だから、なんて言うんでしょうね。斉藤さんがいわゆる何か重大なコンプライ違反を犯してしまってですね、それが報道される前に、前段階としてですね、少しでもダメージを減らし、周りに対するですよ、そのね、まあ、なんて言うんですか、周りの人たちをおもんぱかる意味合いでもですね、こういうふうに自らですね、レギュラーとかを全部降りたって考えるのが自然かなというふうに、僕としては思いましたね。だって自ら降りちゃったってことは、仮に斉藤さんが病気で、じゃあ病気が治りましたってなっても、もうその番組出ないわけですからね。そんなこと普通ないですよ。そんなことは。っていうふうに思うので、まあ僕としてはですね、ここ1、2週間あたりにですよ、斉藤さん何かスキャンダルが出るのかどうか、この辺にね、注目していったら面白いんじゃないかというふうに思っております。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの方はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。